今日はちょっと昨日やってないこともやってみようかなと思ってます。はい、だからちょっとリアクションの釣りをもう少しちょっと今日は軸に置いて、今日はどうしても釣っておきたい。伊藤は抜き装置に隣接する岩盤の岬を目指した。しかしそこは誰もが狙う超メジャースポット。まずはディスタンスを取り、岬の周辺からフィネスで探る。ドッドはダイレクツ。打った後かね、そうそう、魚が浮いてないですね。伊藤はディープ X300 にチェンジ。これで沖に張り出す水中岬をかすめる。よし、ディープ X300 に来た。乗った。おっしゃ、でかい。よっしゃ、取った。いきなりドラマ待ってたぜ。やっぱりまたしてもドラマ待っちゃってた。やった、めっちゃ嬉しい。多分先行者がやってないパターンなんですよね。今度は少し沖へ。フィッシュ、また来た。これはでかそうだ。でかい。おっしゃ、またしてもディープ X。 やった、もう連発やった。これはこれでナイスプロモーションやった。なんか覚醒してますね今日。昨夜の雨は夜明けとともに上がった。大元帥の大分県北川ダム、伊藤はサイバータックルで挑む。これ今 33.2 なんですよ。でこっからだいたい18ぐらいまでか、18、16ぐらい。サイバーフィッシングの極み、リトグラフ。搭載したデジタルカウンターで距離やルアースピードがリアルタイムで掌握できる。よしよし、ディープ X300 に来た。よっしゃ、はい、餌から、餌から科学的にやるとこうなると。32投げてだいたい22メーターぐらいからテンションがかかり始めるんです。でカウンターで、このカウンターで見て、20、19、18ぐらいに多分マックスに到達するんですね。でだいたい16ぐらいから今度ボート方向に向かってだんだんだ、まあ、一番クランクでいうとあのこう水平姿勢になってる時が、16ぐらいですかね、このカウントで見た時に。そうするとまあ同じ距離投げて同じ、巻いた時の、まあ、22から16ぐらいの間っていうのがストライクチャンスってことですよね。そこが一番クランクがコアトイできたものが水平になって、で最もなんかこうベイトライクに泳いでる時ですよね。だから頭の中でその魚探で見た水深と、うん、このリトグラフで見たデジタルカウンターで3次元のマップが頭の中にできちゃうわけですよね。つらんな、ベイトが。さらに大岩の絡む岬へ。よし、おっしゃ、おっしゃ、取った、でかい。もう俺のタフはないね。急に言うことでかくなっちゃって。伊藤はサイバーフィッシングで同じアプローチを再現する。よし、ピース、乗った。これはすごい。おー、でかい。よっしゃ、やった、やった。もうドラマは何度でも待ってる。夏はディープ X ですね。
はめちゃったよ。はめちゃった。雨が上がり天候回復、気圧が上がると風が吹く。うわ。きつい。これ異常ですね、この気候が。めちゃ寒い。山口県にトップを楽しめるところがある、そう聞いてきたのだが、どうも様子がおかしい。前日の大雨の影響なのか。おかしいね。伊藤は全域を探るが気配がないのだ。もう一回昨日ボトルが釣れたところちゃんと振ってみるかな。中流域のストレッチ、ここでディープ X300 にチェンジ。回遊狙いのギャンブルに出た。おしびし来た。あバレた。今来ました来ました。チャンスあるね。やっぱちょっともう一回行こう。確かに反応があった。やっぱ3の速度で来てる。ここは300でコンタクトできそうですね。水深が僕の立ち位置でちょうど5なんで、多分こっちは5より浅くなってるんで。今度は下流側のショアラインへ。よし来た。よっしゃ、今度はバラすか。300。よし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 、来い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 。よっしゃ取った。よっしゃやはりビッグバスはディープにいた。よしよし300。おっしゃー取った。やった。これがディープ X300 の底力だ。バッチグ。壁を叩いてくとどうなるだよな。クランクで壁を叩く、そうつぶやき伊藤はラインアイを曲げた。インレット脇の垂直岩盤、伊藤はそこへディープ X300 をウォールノックさせる。よしよし、ディープ X300。 ウォールノッキングでしたね。壁当てながら、水深は 10m なんで壁狙いですね。愛を曲げウォールノックさせる、まるで神業だ。おっしゃ、入った。取ったぜ。やったーやったぜ。最後ドラマ待ってた。300のウォールノッキング取った。ブジアップ。よし。